初めて昨日さ、うん、あの警告が来てさ、YouTube から。あ,あ見た見た、あれ何で、俺、まあ、この話も今からこれ、コンテンツにしたいから、もう,そのもう怖いから、そのキーワードを言わないようにしゃべろうと思うんだけど。うん、でも P 入れたらいけんでしょ。P 入れたらいける。で、まあ一応、P 入れちゃうと、でも多分。ん、でもあれ、こう、こうまるって言ったらもうだめ。いや、言う言葉でこう、こうまるって言ったら大丈夫だと思う。 本当のそののそ文字言ったらダメなのいやだからあれはトータルで見ててだからうちらほら過去にその話はしてたじゃんしてるよねえあ,のあの病気ね最近まですごく人々がマスクしなきゃいけない原因になった病気あるじゃない、うん、3文字のであの病気のを防ぐための防ぐためのさ、うん、薬あるじゃん事前にうん、うん、そのあれに対しての思想を言ってるっていうふうに判断したのえ言ってた 言ってないそれは、俺らが言ったんじゃなくて、俺が、そういうことを言っているツイッターアカウントがあってっていう話をしたのね。なるほど。で、そこの部分、あれも多分全部 AI なんだよね。AI が、そういう、うん、あの病気を防ぐ、えー、薬に関することを言っているっていう。うんうん。いうことでもう、お前ら、ダメだから結構脅してきて、今回初回だから、多めに見るけど、うん もう次やったら、とりあえずもうあの1週間はアップロードさせないからねっていうのをてお、すごいで、3回目からもうどチャンネル消すからみたいな書いてあって、お<ー>すげえなと思って、とりあえず、これ,これもだめなんじゃないじゃあ、なんかいでも今俺、一切割してて、それは言ってないけど、その本体をうちらがやりをしていくから。それは人工知能が、特定のワードで反応するなってんだと思う、あれ。 じゃあ why you とか言わなきゃい,けばいいそういうこと。で、だからそういう意味でさ、その、多分人が聞いてたら、なんか、人が聞いて本当にチェックしてたと思えないしね、時間、そのね、そんなにスタッフいっぱいいないだろうし、で、まあそういうことなんだろうなと思って、実際、ほら、俺その、そう思ったから、じゃ修正するときに、その該当する箇所に漏れなく、うん、音を入れて、消したら、ほんとすぐ通ったのよ。なるほど。 そ,うだからそこはもう確定してて、今、そこすごい神経質で、でもそれが逆に怖いなと思って、だってさ、もう言ったらさ、一応はこう落ち着いて、まあ皆さん、普通の生活ですよみたいな流れになってて、なのに、まだそこに関して恐れ,恐れてるわけじゃん。確かにじゃあ、なんかそういう半丸。 ちにっとのってて出ななないようになってんのかなでも、それは、俺もそう思ったの、そう思っていろいろ検索したら、そのまあ、いわゆるなんかこう、YouTuber とか、一般の人が何かそれについて言ってるのは確かに出てこなくて、でも、動画はあるのね。で、それはニュースとか、ニュースメディアとか、ああいうもので、例えばそれで、まあ、そのあの流行った病気を事前に、事前に防ぐものを処方したところ、 うん、死んでしまう人って結構いるじゃない、うんうん、でそれの特集とかは特集したニュースは出てるそれを素人が言っちゃいけないんだ多分そういうことなんだと思うお前らみたいなもんが言うんじゃねえよっていう意味の警告だと思うんだよね俺たちはもうやすごいもうただのバカだっていうふうにバレたんだでも,でもねたか,だか登録者が もうめでたくも41位な、そんなに恐れるっていうとこだよね <laughs> そ。そ, <laughs> そんな力ありませんよ <laughs> そう。ちょっとなんかさ、そこはすごいなって思うよね、なんかそんな <laughs> まあキーワード出してないようにね、まあ、再三チェックして、引っかかったら、お前ら前に行ったよな、次もうどうなるか分かってるなっていう、まあ、ちょっと、うん、大丈夫だと思うんだけどね、なんかそれで他にも、まあ、そのこと以外にも、 触れちゃったらまずいなと思うから調べたんだよね他何がダメかってあ<ー>そしたら、まあ、いわゆるこう誹謗中傷的なもの、うん、著しい誹謗中傷とかまあそのまあなんかあるじゃないそういう特定の民族だとかさうんあレイシストそう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 いうものとかでも俺個人うちら個人のやつら結構いじってるくらいで平気なんだね だからそこまでの、なんかね、誹謗中傷もさ、露骨な、アホがいいやつあるじゃん。そういうことは俺は言,わ言ってないから、確かに。言ってない結構、だって俺、編集のときに気にしてるからね、やっぱそこは。え、待って、こと<俺>は俺たちのこれ、今まで出したのって、社会的に全部セーフってことだねそうだよ。すごくないそれす。だからさ、フェミニストに対してもよく考えたらね、よ。 うん伝えられないんだ、うん、じゃあ、これ、だね、全部。そうです、ね <laughs> <っ>、ででも、たまあ、だから確かにキーワード縛りでやってっちゃったら、切りないじゃん、たぶ、うん。で本当に過激な言葉だけだと思うよ、おそらく。過激ななんか文脈がちょっとつながあのコんだこんなって、コンテキストみたいになってるとだめなんだろう、ね うん。今言ってこれ大丈夫？なの大丈夫。これはもう俺編集し編集ちゃんとするから大丈夫。もうそこはもう俺マッチで編集するから。じゃあもう普通に言っていい？言っていいけどなるべく努力した方がさ取れ高が増えるじゃん。じゃ自分が言ったんじゃん。努力すると面白い。努力するとちょっと面白くなるじゃん。ちょっと面白いじゃんそれ。言ってないと思うよ。じゃあそれは。そう。 うちらでもそうだよね。あんまりそういうの多分言ってないんだよ。あっ、そって言ってないよね。言ってないもんね。でも、バカとかはいいのかね。バカはいいってことだね。うん。バカとかホとか言うしね。最近、あの、村上龍のさ、小説、新しいやつ読んで。うん。うん、なんかそれがなんか、y ー u t u b e っていうタイトルで。うん。あれ、春樹も出したっけ龍も出したのあ、春樹も最近出したね。ちょっとめっちゃでかい、分厚いやつね。 村上流は、割とでもそんなに、なんか、ユーチューバーっていう一冊かと思ったら、別に中に何4、四話ぐらいあるの、四編ぐらいあって、そのうちの1個はユーチューバーで、結局、一冊丸々読まなくても済んだんだけど、ユーチューバーだけ読んだんだけど、うん、それが面白かったのがさ、ユーチューブをやる話だから、そのチャンネルのコンテンツで、なかなかその下ネタ、下ネタみたいなものを、 言ってはならないっていう話なのねやっぱりその、うん、なんかポリシーみたいな見たけど、確かにあったかな、性的な表現がダメとかあって、うん、で村上龍がだからそこを、その小説の中でそのルールに従うことで、うん、あの村上龍っていう人はもう本当にそういう性的表現ばっかり書くのよ、基本的に。 でだからそ,れその本人が、設定上、それを禁じたっていう、禁じざるを得なくしたっていうのはちょっと面白くて、うん、なんかその、取材先で、あ,あんまりその露骨な表現はちょっと抑えていただいてみたいなふうに言ってるから、その本,来だ本来の村上龍って、たぶんここすげえ、そういうのを書く人だけど、その話の中で、そこを柔らかくするっていうのはちょっと面白くて。うん そうそうな状況、今のなんか、似てんなと思って、YouTube の規約にのっとって、なるほど、それを小説にしてるんだそう、まあでも村上龍があんまりそれでいまいちなと思ったのは、YouTuber でやってくんだっていうふうなくせに、なんか、ね、収益化について全く触れてなくて、あ<ー>なんかその、再生回数ばっかに一喜一憂してて、 うん、いやそもそも登録者人数のがすげえ重要だってことに気づいてなくて、1000人っていう壁が一番大変だぞっていうことを、うん、そこがだから本当、リアルに YouTube をやって、本当に収益化しようって思った人じゃなきゃ意外と知らないことなんだなっていう。ちょっとリサーチ不足で書いちゃったのかな。そう、いいと思ったんじゃない普通に再生回数っていう物差しでしかが、まあ、ないと思ったんだろうね。うん、実際そうじゃんなんかこなな始めなければさ まあ基本的に再生回数がいっぱい行ってりゃいいんだろうと思っちゃうじゃん。なんかちょ、それかわいそうだね、おじ,おじ,おじさんが露呈しちゃったみたい <laughs> そうね。で編集者とかも、でもこれって本当に YouTube をあの解説しないと、きっと分かんないことなんだろうね。うん,うん、実は。なんか、カキンとかにインタビューとかセればよかったのにね。 でも、ヒカキンはもう、登録者人数の概念なんて語ってくんないだろ。もうとっくにクリアしすぎて。いや、でも、それ、これへんすごいんじゃないだから、最初、最初のさ、カラからくりとか、すごい、いろいろ、なんつうのこうやればこうなるとか。まあね。村上隆だったらインタビュー受けてくれるんだろ、ヒカキンと。全然しょでしょ。ただ、あれなんだよね、その、YouTuber の子さんたちはね、条件甘かったんだよね、まだね週間あ。一瞬ヒカの。 結構、だいぶ後なんだよね。あの収益化のなんかルールが厳しくなったの。